宇都宮営業所一般路線車両西川大企業関東自動車宇都宮営業所は栃木県宇都宮市戸上町にある関東自動車のバス営業所である路線車両貸し切り車両特定車両が配置されており一般路線は宇都宮市内の南西部のエリアを担当している営業所最寄り停留所は旧名称の戸上営業所所属車両のナンバープレートは 1999年までは、栃木、同年以降は、宇都宮、江戸島線、もみじ通りバス停留所宮バス路線、戸上車庫発着だが、いわゆる出入庫路線ではなく、戸上車庫宇都宮駅、戸上車庫と一往復で完結しており、戸上車庫発及び、宇都宮駅発の便数は同じである。全区間廃止開設当初は、乗り合い部門の戸上営業所に、貸し切り部門、 宇都宮観光営業所の車庫機能を併設する形だった。400メートル北にあった関東自動車ごま製、営業所管轄の戸上団地出張所を廃止し、路線を戸上に移管。翌年には出張所の跡地にバスガイド社員用の女子料を新築したが、後に売却した。その後の営業所再編で、乗り合い部門、戸上営業所が、 柳瀬営業所に統合されて、戸上車庫扱いとなった。一方で、貸切部門、宇都宮観光営業所を同所に移転させて、車庫機能を統合、名称を宇都宮営業所に変更した。数年後、乗り合い部門が、柳瀬営業所から切り離されて営業所に、再び格上げされた際、旧名称の戸上には戻さず、宇都宮営業所のままとした経緯がある。 宇都宮観光営業所と合併したため、2018年までは、宇都宮地区の貸切車は主に当初に配置されていた。マロニエ、新宿号の開業当初も停留所が設置されていたが、マロニエ、新宿号から、関東自動車が撤退して、JR バス関東の単独運行となった時は、近隣の鹿沼インター通り上に、戸上停留所が設置されていた。ありがとうございます。